はい、はい、手水舎へ。さあ手水舎へやってきましたね、はい、さあ皆様これね作法は分かるでしょ、はい、ね、左に、わー大きいこれ何用なのかな。そうだね、うん、頭からかぶる用とか。なるほどね、はい、何でか分かりますか。実はねこれねみそぎなんですよね。あの人間は知らずのうちにね汚れを負っていますよね。でその汚れを払う実はみそぎなんです。で実は昔はね全身洗ってたんですよ。ああやっぱりですから、もともと五十鈴川というところにね全身使ってみそぎをして、それから神様のところに、まあ、挨拶に行くという、まあ、そういったことをやってた、うん、それがこの起源ですね。あ、なるほど。もともとこのみそぎの起源というのはどこから来たか知ってますか。急ぎ古事記の中からありますね。知ってる、有名な話です。有名な話ですよ、はい、男女の話ですね。最初昼の子供を産んでしまった後で、ね、うん、で神様に、どうすればいいですかっていうふうに相談したら、うん、亀の甲羅で占ってもらって、うん、みそぎをしてから、うん、ちゃんとお産みになりなさいっていうことでみそぎをしたっていうのがもしかして。なるほど。あのね、まあ近いんですけど、まあ、いわゆるね男女の性別を持った神を七重の一番最後、一番最初に夫婦になった神様は誰ですか。イザナミ。そうですね、イザナギとイザナミですね、うん、このイザナギとイザナミがまあ夫婦になったんですけど、はい、まあ、喧嘩するんですよ。喧嘩するんですか、はい、その喧嘩がね普通の喧嘩で終わればいいんだけどもね、なんと離婚してしまう。日本初の離婚もまたこれもイザナギとイザナミですね。そしてその時にね、まあ汚れるんですね、イザナギが、うん、そしてその汚れをいわゆる払うためにみそぎを行う。それがこの起源になってるんです。へ、まあ、いわゆる、ね、我々っていうのは、まあ、知らずのうちにね罪汚れを犯してるんです、うん、例えば人が通るのに邪魔になるという枝を切り、うん、命ですね、うん、そしてこの食べ物は嫌いだとゴミ箱に捨て、命ですね、うん、そして自分が正しいと人の意見を否定し、ね、これも命を否定してますね、うん、そして人から嫌なことを言われた怒り苦しみ悲しみ憂い恐れ、こういう感情、この感情こそが実は汚れなんです。うん、ですから木が汚れとはね、木が枯れると汚れるんです。木が枯れる、ね、だから木が枯れると人はどうなるか、うん、どうなるでしょう。木が枯れると人は生きていけない気がします。生きていけないですね。ね、木が枯れるとね人はどうなるかって病気になるんです。あ、ですからこの怒りや苦しみやってこういう感情が実は病気を生み出している。だから病気って言うでしょ、うん、癌っていうのは体の病ですね。だったら病態じゃないですか、うん、でも病気って言うでしょ、うん、なぜかと気の病が癌を引き起こすからです。あ、なるほど。だから死にたいと思った瞬間に実は癌になるんです。癌になるんですよ、死にたい。だから死にたいって、ね、思ってはいけない。なるほど。だからでもねこうなるんですよ、死にたい、死ねない、癌になった、どうして私ばっかりと思うんですよ。あ、やっぱり人間の都合いいですね。本来は死にたい死ねない癌になったありがとうでしょ、ね、でもそういう人ってどうして私にばっかりこんな不幸なことが起きるのってなってしまう。それはもう負のスパイラルに入ってるんです、ね、ですから言葉がね意識に影響を与え、意識が行動に影響を与え、行動が結果に影響を与える。だから言霊というでしょ、うん、だから言葉というのはちゃんと、ね、そのネガティブな言葉を極力使わず、ね、ポジティブな言葉を使う。だから昔の人たちは縁起の悪いことは言ってはいけませんと言ったんです、うん、だから人の悪口や不満や不平やねこういったことを言葉しないということは、うん、縁起の悪いことを言わない、言ったら本当になるよと、うん、罰が当たるよと、うん、まあ、これは昔の人のね、まあ、いわば口癖というか言い伝えなわけですね、うん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 、そうですね、うん、どうですか日頃の言葉。日頃の言葉、うん、なかなか気をつけててもねね、あることがありますね。そう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 、うん、まあでもね音楽というのはねそういうその社会のね怒りや苦しみや、うん、それを代弁して歌うっていうところもあるからですね、ありますね。でもこれ成熟していくとね、まあ、ビートルズなんかもそうけどラブ&ピースに変わるんです。あ、なるほど、うん、ね、だから結局ずっとこう突き詰めていくと、うん、やっぱり不平不満は争いしか起こさないので、うん、やっぱり愛、ラブ&ピース、平和でね一つにみんなで手をつなごうっていうね、うん、まあ、そういう風になっていってるんじゃないですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、はい、中に行きましょう。はい、お願いします。正面にはね鏡がありますね、はい、鏡はあるんですけれども、はい、ね、あの鏡は何だか分かりますか。正しい顔だったら
悲しい顔が映る、うんうん、そうでしょ。つまり神様は、あ、そういう、そうで自分を照らしてくれる、うんうん、自分を照らす、つまりあの鏡こそが、うん、ね。